三菱自動車は7月4日、ブランドイメージ工場を目的に、全世界約5000店舗のディーラーの内外装に、新デザインを展開すると発表した。新デザインは、基本的なカラースキームとして黒、白、グレーを使用しながら、ダイナミックな赤いラインをアクセントとしているのが特徴。統一デザインを採用することで、モーターショーや、ウェブサイト、カタログから販売店に至るまで、 ユーザーに接するすべての場所で一貫したブランドイメージを提供する。店舗外観は新しいコーポレートアイデンティティ及びビジュアルアイデンティティを反映しブランドの力強いイメージを表現する特徴的な要素としてダイナミックスロープを採用。また店舗内装は展示者をショールームの主役として見せながらより良い顧客体験を提供できるようデザインし